小林十三、小林十三、小林千八1873年、明治六年一月三日から1957年、昭和三十二年一月二十五日は、日本の実業家、政治家、阪急電鉄、宝塚歌劇団、阪急百貨店、東宝をはじめとする阪急東宝グループ、現、阪急阪神東宝グループの創業者、号は一別号に、 もやけ学人、もやけ残人、宮廷画族三層はいつを美術館。日露戦争後に大阪に出て、鉄道を起点とした都市開発、流通事業を一体的に進め、六甲山六の高級住宅地、温泉、遊園地、野球場、学校法人関西学院等の高等教育機関の沿線誘致など、日本最初の田園都市構想実現とともに、 それらを電鉄に連動させ、相乗効果を上げる私鉄経営モデルの原型を独自に作り上げた。正解では、第二次、この絵内閣の商工大臣を務めて、革新官僚の商工時間、岸信介と対立、1四十一年、昭和十六年から貴族院直選議員、締原内閣で、国務大臣、初代戦災復興院総裁を歴任したが、戦後、 公職追放となった。阪急電鉄の前身である美濃有馬電機機道を、はじめ、交通、住宅地経営の不動産業、阪急百貨店の小売業、東宝、宝塚歌劇団、阪急ブレーブスの工業業など、阪急東宝グループをなす数多くの事業を起こしたことで知られる。小林は、乗客は、電車が想像するとの言葉を残しており、 沿線の地域開発により人口が増加しその住民の需要を満たすことに正気を見出していた彼が起こした事業は多岐に及ぶがいずれもこの動線を捉えたものでありこれは日本の私鉄経営モデルの祖として後に他が習うところとなったまた小林は事業に取り組むにあたっては実に細かい点にまで顧客志向の注意と配慮を行っており商品開発に 独特の才覚があったことが、著作や評伝から伺われる。小林は阪急東方グループの各事業での成功により、財界で重きをなすに至り、グループ以外にも東京電灯の経営に参画、日本系金属の初代社長などを務め、国政で、商工大臣、無認所の国務大臣を務めるなど、財界の重鎮としても活躍した。明治時代には、 若尾一平、根塚一郎ら山梨県出身の実業家が、郷土意識に基づく、緩やかな資本提携により、経済界や東京不正に影響力を持ち、公衆財閥と呼ばれているが、小林は関西を中心に活動した地方財閥とみなされているため、公衆財閥とは区別される。実業界屈指の美術収集家、また茶人としても知られ、集めた、 美術品の数々は彼の画号をとって、伊王コレクションと呼ばれている。これらを集めた伊豆美術館が彼の宮廷、画像三荘があった大阪府池田市にあり、美術館は以前は画像三荘の建物が使用されていた。画像三荘は小林十三記念館として一般公開されている。近代日本料理の創始者とも言われる、雪定一と親交が深く、 彼が開いた、料亭吉調の初期の頃からの客であった。乗客でもあったため、当時の料亭内では小林を神様と呼んでいた。山梨県駒郡河原部村、北駒郡ニ崎町を経て、現在のニ崎市の商家に生まれた。生まれてすぐ母が死去、父とも生き別れたため、おじ夫婦に引き取られた。高等小学校から、東厚代郡南厚代村。 笛吹市八代町南の鏡平八郎が経営する私塾、正記者を経て、後に上京し、1888年、明治21年2月に、福沢諭吉が塾長の慶応義塾に入る。その日から、塾の校内にある塾館、増田英治の家に寄宿。在学中には、山梨日日新聞において、小説、レニトコン、連死、今後を連載している。 そして、明治25年、1892年、慶応義塾生家、現在の慶応義塾大学卒業後の1892年、明治25年には、三井銀行、三井住友銀行の前身に勤務。34歳まで勤め、東京本店調査歌主任にまで昇進した。日露戦争終結後、三井物産の大物である、飯田義和や、かつての上司で、北浜銀行、 三菱東京 UFJ 銀行の前身の一つを設立した岩下清近に幽霊、大阪で岩下が設立を計画する証券会社の支配人になるために1907年、明治40年、大阪 F 人。しかし、強行に見舞われ、証券会社設立の話は立ち消えてしまい、妻子を抱えて、早速失業することになった。その頃に小林は、 ミノ有馬電気鉄道の話を聞き、電鉄事業の同社には有望性があるとして、岩下を説得し、北浜銀行に株式を引き受けさせることに成功。1907年、明治40年6月に、ミノ有馬電気軌道と社名を改めて同年10月に設立されると、小林は同社の専務となった。もともと阪急電鉄の前身となるミノワリ電気、軌道は、 鉄道国有法によって国有化された半角鉄道、現在の JR 福知山線の関係者が、福知山線に並行する電気鉄道路線を付設し、大阪の梅田から美濃、宝塚、有馬方面へ、頻発運転を行うことを目的として、設立されようとしていたが、強行に見舞われて、全株式の半分を引き受けてがないといった苦境に追い込まれていた。 しかし社長は不在であったため、小林が経営の実権を握ることになった。そして1910年、明治43年に開業しているが、有馬までの開業ではなく、現在の宝塚本線、美濃線に相当する区間にとどっている。これに先立って、線路通過予定地の沿線土地を買収し、郊外に宅地造成開発を行うことで、付加価値を高めようとし、 1910年、明治43年に分譲を開始した。小林には、この時すでに、大衆向け住宅の発送があったのか、サラリーマンでも購入できるよう、当時は、まだ珍しかった、カップ販売による分譲販売を行い成功を収めた。同年11月には、美能に、動物園、翌年には、宝塚に大浴場、宝塚新温泉、 宝塚温泉の向こう側対岸であったことからの命名、そして1914年、大正3年4月には、当時人気を得ていた三越の少年音楽隊を模して、宝塚昇華隊、後の宝塚歌劇団を作り上げ、沿線を半球グループの聖地と言わせるほどに発展させていく。沿線開発は、そのまま乗客の増加につながり、続いて、 神戸方面への路線開業に動き出すのを機に、会社名を阪神急行電鉄と改め、阪急の略称はこの時より始まる、神戸本線などを建設し、大阪、神戸間の輸送客の増加とスピードアップを図った。これらの経営が、現在の阪急を作り上げる支えとなった。1927年、昭和2年に、小林は社長に就任した。 また1920年、大正9年には、日本で初めてのターミナルデパートを設ける計画を進める。路線の起点となる梅田駅にビルを建設し、1階に東京から白木屋を誘致し、開店、2階に阪急直営食堂を入れた。ついで、阪急マーケットと称した日用品販売店を2.3階に入れ、1929年、 昭和4年3月にはついに、阪急百貨店という直営百貨店を新ターミナルビルの竣工に合わせて開店させた。鉄道会社が直営で、百貨店を経営するなどといった事例は、日本国外にもなく、その前途に疑問を持つ者も,も少なくなかったが、小林は素人だからこそ、苦労とでは気づかない正気がわかる、便利な場所なら、のれんがなくとも乗客は集まるはずなどと言って、 事業を推し進め、世界恐慌のさなか多くの客を集めることに成功する。さらに、客のことを考えた事業姿勢があったと言われ、阪急百貨店におけるソーライスの逸話などが現在にも伝わっている。なお、阪急百貨店は1947年に分離独立し、直営ではなくなったが、以後も文化的なつながりを保ち、ブランドとも言える。 半球のイメージを確立し続けている。この百貨店事業の成功は、1929年、昭和4年に、六甲山ホテルの建設、開業といったホテル事業など、派生事業の拡充、1932年、昭和7年の東京宝塚劇場、1937年、昭和12年の東宝映画の設立、1943年に、両者は合併し、 現在の東方となったといった工業、娯楽事業、1938年、昭和13年の第一ホテル、東京、新橋の開設とさらなる弾みを受ける契機となり、阪急東方グループの規模は年々拡大の一途をたどった。ここであまり知られていないが、小林は東京急行電鉄の始祖である、田園都市株式会社を実質的に経営していた。 1918年、大正7年に渋沢栄一らが創設し、田園調布を開発したことでも名高い、田園都市株式会社の経営を、小林は名前を出さず、報酬も受け取らず、日曜日のみ、という約束で引き受け、玉川、調布方面の宅地開発と、鉄道事業を進めたという。つまり、田園都市株式会社から、 鉄道部門を分離した目黒蒲田電鉄、及びその姉妹会社である東京横浜電鉄は、後藤慶太に経営を引き継いだ後、小林の手法を用い東横線沿線に、娯楽施設やデパートを作ったのである。その一方で、日本で3番目のプロ野球球団である、宝塚運動協会、1929年解散、のように、先進が過ぎて失敗した事業もある。しかし、 小林の野球への情熱は深く、1934年、昭和9年に大日本東京野球クラブ、現、読売ジャイアンツが、翌1935年、昭和10年に大阪タイガースが、1936年、昭和11年に、名古屋軍が結成されるなど企業による球団設立が継ぐと、小林は同じ年に大阪阪阪急野球協会を設立した。 これが、阪急職業や球団、後の阪急ブレーブスである。小林が残した、娯楽事業は数多くあるが、小林は、私が死んでも、宝塚と、ブレーブスだけは売るなと言い残したと言われている。これらの施策は、多くの私鉄に影響を与え、その中でも目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄、現、東京急行電鉄の総帥後藤慶太、新津鉄道、 現、伊豆箱根鉄道、多摩湖鉄道、現、西武摩湖線、近鉄道の堤見やすじろうは、小林の影響を強く受けている。1934年、昭和9年阪急社長を辞任後、同社グループの会長に就任し、1936年辞任、さらに、東京電灯に招かれて、副社長、社長を歴任。電力線で設備が、 余剰気味になり放満経営に陥っていた、東京電灯の経営を立て直し、財団法人、東電電気実験所、現在の公益法人東電記念財団、東電記念科学技術研究所、昭和肥料、現在の昭和電工の設立にも関わった。また一時期、大谷武次郎が、東方の社外取締役になったのと引き換えに、松竹の社外取締役に就任していた。 小林は、この絵文丸に接近し、第二次、この絵内閣で、商工大臣となった。この絵は、当初、岸信介を商工大臣に考えていたが、岸は、財界の人間を大臣として、自らは時間に留まることを希望したため小林が、大臣とった。しかし、統制経済もしくは、計画経済論者の革新官僚の代表格である、岸と、 資本主義的財界人である小林は強く対立し、小林は騎士を赤であると批判した。企画院事件で企画院の革新官僚ら数人が共産主義者として逮捕されると、騎士は辞職せざるを得なくなる。しかし騎士は軍部と結託し、小林が軍事機密を漏洩したとして反撃。小林も辞職、雑誌に大人落大器を寄稿した。終戦後はし原内閣で、 国務大臣を務めたが、第二次、この絵内閣で、商工大臣だったことで、公職追放となった。1951年、昭和26年に、追放解除となった後は、東方の社長になるが、1957年、昭和32年1月25日、大阪府池田市の自邸にて、急性心臓性喘息で死去した。84歳没。晩年は、 慶応義塾評議員も務めた。私鉄主導による沿線開発を提言した小林であったが、当時から経営の自主性の不在などを問題点が指摘されていた日本国有鉄道、国鉄に関しても、すでにこの段階で民営にすれば開発事業も課で資金調達も自由に行え、総意と責任のもと積極的な経営ができると民営化すべきとの発言を行うなど、 生涯、論客としても知られた。親友で、同じ慶応出身者であり、東京伝統とも関係がある、電力の鬼と呼ばれた松永安左衛門によると、小林の性格は、腹が決まってからのことには、何事も動じないというものだった。また、自分に直接感知しないことには無関心であったとも、言われている。1930年代、 福沢諭吉が作った時事新報が経営危機に陥った際、慶応卒業生の有力者が上がって、時事新報を救うために出資や負債の引受けなどを行った。金棒元社長の武藤山寺や松永もその一人であり、松永は小林に時事新報救済のための協力を要請したところ、小林は慶応と縁があっても私と縁のない時事新報にわざわざ金を出すのか 人馬鹿に拒絶。松永湖即省で済ませたものの、他の k o b から批判が殺到した。小林は、時事新報の先行きがどう転んでも好転しないことを見通していたと言われ、先行きのない企業に投資はできないということで、拒絶したのだったが、そうと理解する KOOB は少なかった。事実、時事新報は1936年、昭和11年に、東京日日新聞と、 行動した。休憩少女過激、PP 2432億5426万4280より、安倍貞を、形成催眠の男第二部2015年9月5日から9月12日、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。